玉立てこもり現場近くの住民。テレビ局のヘリが爆音で飛び回ってて、防災放送が全然聞き取れなかった。がネットではない。内容はこちら。埼玉立てこもり事件で、マスコミがまたやらかしたようです。では、エリさんのポストより内容を見てみましょう。エリ。わらび郵便局で立てこもりしてる近くに住んでるけど、テレビ局のヘリが爆音で飛び回ってて、防災放送が全然聞き取れなかった。街中は普通に散歩してる人歩いてるし。報道も大事だけど、近所の人たちの安全を優先してほしい。これはひどい。まあいつものマスコミではあるのですが。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。相変わらずだな。報道の自由を完全に履き違えている。福島でもヘリの轟音で救える人も救えなかった。行政も毅然と対応してほしい。今や偏向報道で国民が騙される時代ではない。阪神大震災での批判があって、なお繰り返してるんだから、まさに人間のクズ。ちょっとは改善したらどうかね。マスコミひどいな。本当にマスゴミ。だから、ゴミと呼ばれるのですよ。大事なのは、命より、報道だからなわら。このような行動が、マスゴミと言われるゆえんなんですよね。次はこちら。報道ヘリは NHK が一機飛ばして、その映像をすべての局にリアルタイムで共有とかにしてほしいよね。餌にたかるハムシみたいにたかるのやめようよ。こういう時はヘリ一機で映像は共有すればいいと思うんだけどな。これってテレビで実況も必要ある？犯人も見てるかもよ。危機感足らなすぎ。警察から飛行制限を申請できないんだね。報道ヘリって規制すべきだよ。ヘリコプターじゃなくてドローンは難しいのかな。報道ヘリのあり方を見直す時期に来ているのかもしれませんね。次はこちら。NHK で現場からの中継で喋った後にアナウンサーが、では上空から、とか言って映像が切り替わったんだが、こいつらの頭の中どうなってんだって思ったわ。そんなもん映したところで何のメリットもないのに、周辺を騒音公害に巻き込んで、住民に実害があったってことね。少なくとも NHK のヘリは飛んでたんだから、周辺住民は抗議すべきだな。周辺住民はマスコミに抗議しましょう。最後はこちら。放送を聞き取れなかったので、役所ホームページで調べてみたのですが、不要な外出は控えるとのことでした。防災放送、ヘリの音にかき消されて聞こえなかったですよね。この時間でもまだうるさくて、すごくストレスです。わらび式田町です。私もヘリの音で防災放送、何も聞き取れませんでした。何かあってもわからないって怖い。報道ヘリの爆音のせいで、不要な外出は控えるように、との防災放送が住民に届いていなかったようですね。結論。ネットの声が指摘するように、報道ヘリの爆音のせいで防災放送が聞こえないって大問題ですよね。もしも立てこもりではなく、凶悪犯が凶器を持ち、街中をうろついている状況で、報道ヘリの爆音で、不要な外出を控えろ、との防災放送が書き消されてしまった場合、とんでもない事件に発展しかねません。マスコミは、今回の住民の声を重く受け止め、報道ヘリ一機の映像を、すべての局で共有するなど、報道姿勢の改善を図るべきです。今のままでは、どう考えてもアウトだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。